りゃ誘い込まれたか。クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を抜くなよ。やってやるぜ。あとはあいつだけだ。なんだ。おい、こんな奴までいんのかよ。早く立て、ウェイド。来るぞ。お、レベルアップしましたね。で、これでレベルアップしまして、で、これで、あとはもう一匹おるわけやから、そいつを叩かないといけないわけか。なるほど。ってことで一旦これで OK かな。OK, OK。いやー、大変だね。で、これでもしかして体験版終わり？これで逃げる。逃げる感じかい。あー、なるほど。で、あいつを追えって感じか。あー、まだ大剣盤続くんだね。なるほど。まあ、ボリュームがどれぐらいあるのかっていうところが気になるよな。なるほど。まあ、戦闘自体はそんなにこれ難しくないのかな。まあ、回避をうまいこと行いつつ、連撃をね、していくってイメージか。まあ、ぶっちゃけなんか四角ボタン連打と、で、頭 R で回避をするみたいな感じで、それ連打だけで勝てそうな感じがしますね。序盤の敵であれば。おいおい、何してんだよ。てかめちゃくちゃすげえな、キック力。で、ここをまあ、まっすぐ行きます。ちょっと待って、あいつ。これもしかして、追い詰めて決戦？どこまで行くんだ。逃げ場はないぞ。止まれ。で、ここで多分また敵が出てくるみたいな感じじゃねえのこれ。あー、やっぱ出てくるよな。おい、そういう感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、こいつがプロローグのボスみたいな感じでしょうか。やめてくれよ。モルボル来た。うっそー。マジか。
なんか戦うっていうのは知ってたけどさ、まさか大金まで戦うとはな。ゲージを削りまくって、削りまくってのは、待てよ、これでどうすか、テイクダウンで、ここでぶん殴っていく、殴っていく、これ四角レンガでいいんじゃない。あー、体力結構あるね、プロローグのあれには。あ、やばいかも俺が今のこのノーダメか。で、これはどうしたらいいの。あー、これ、うわー、ちょっと待って、やばい、ちょ、どうしたらいいんこれ、ちょ、待って、これどうしたらいい。お、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 あー、了解でございます。これ OK？ おい、これでかいな。今です、やっちまいましょう。これってさ、うわ、すごい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 、普通に結構食らうんだろう。あー、なかなか硬いな。トータルでも2215か。これアクション初心者からしてみると結構きついのか、もしかすると。どうなんだろう。あ、これやばい、危ない。これもしかしてプロローグとかダメージ食らわないとか、そういったノリ。俺ダメージ食らってねえんだけど、なんか普通に食らってる感じがするんだけどさ、気のせい。危ない危ない危ない。で、これでまた食らいます。これどうしたの。あ、オッケーオッケーオッケー、これでオッケー。で、これでぶん殴ってぶん殴って、これでオッケーか。あー、なかなか硬いね。こんだけぶん殴ってもダメなんだ。ちょっと待て、あ、これやばいかも。で、殴って、モルボルとか多分三角攻撃をうまいこと組み合わせるみたいなイメージでしょうか。あー、全然食らわないな。どうすかこれで。おーっと、倒した、ノーダメか。あれ、けどダメージ受けてねえな。これでかわしてんのか、ちょっとわかんないけどさ、基準が。あー、あー、なるほど。あ、レベル7に上がったね。 OK、 ありがとう。まあ、脳なめだからまあいいんじゃねえかなと思うんだけど、ちょっと待てよ、探索まだできてねえんだけど、これで終わりじゃね。え、待って、製品版に続くみたいな感じで終わりそうじゃないこれ。あー、なんかそんな感じがするな。終わっちまったぞ。いいのか。で、ちょっとムービーが続いて終わるみたいな感じでしょうか、ね。そして、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録、そして高評価もポチッとお願いいたします。はいはいはい、なるほどね。このままでは遠からず、民に被害が出る。気づいたら終わったな。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを通って、OK、いいんじゃねえか。フェニックスゲートに。お疲れだな、みんな。ん？まさか？いや？まさか？何が起きてる？ああ、死んでるか、ちゃんと。ああ、なんか終わりそうだね。よし、ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。おつんごです。